はい、皆さんこんにちは。今日は木下君に来てもらってます。今日空調婦人服2021年の新商品ウォーカー皮膚の K-1200 紺色と白ですね、2色展開になってます。で、関西のデザインになってまして、非常にこうトリッキーな感じになってまして、同じ生地のもので長袖のバージョンがあります。それは K-1100 という品番になるんですけど、これはベストタイプですね。で、特徴はね、ポケットいっぱいですね。もうデザインがすごいですね。見たこともないデザインですね。やっぱ関西って感じです。あ、ここね、反射が一応そういう視認性を高めたような反射がついてまして、襟も若干高めでね。これもなんか、なんていうんでしょう、このちょっとこだわってますよね、感じがね。このスピンドルも非常にフード付きで、で、これは何が入るんでしょうかっていうポケットがいっぱいありますよね。でも意外と胸のポケットなんかは実用性がありそうなね、タバコとかちょっとスマホとか入るのかな。これは何が入るんだろうな。これ3つ分かれてる量で1個なんですね。はい。で、ここ止水のね、ファスナー使ってまして、こういうとは非常にこだわってますね。非常に高級感もあります。縦のファスナーものすごい収納がいっぱいあって、ここもね、パッチポケットでかなり深めのポケットになってます。で、丈もね、若干長めで、ファンの位置がちょっと高いですね。ここの位置にあるというところで、あ、ここにもね、これ何これ、あ、これあれか、保冷剤入れるのか。保冷剤入れるやつですね。ついてます。ここにも反射がついてるということで、まあ、非常にデザインにこだわってますね。これは紺色で、紺色も同じような感じで、ちょ一周回ってみますか。いいですね。ちょっと若干丈が長め、はい、いいですね、うん、いいですね。生地はタッパのポレステルのパールでね、関西デザインということで、サイズは全部3展開で、まあ、我々着てるのは M サイズなんですけど、 M、L、L と、まあ、ちょっと、サイズが少ないんですけども、まあ、作業服というよりも普段着ということで、リリースしてますんで、まあ、ぜひともですね、いろんな空調服に着飽きてちょっとトリッキーなやつを着たいという方は、ぜひともこのウォーカーヒップの K-1200 ベストタイプ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。